なかなか痩せられない人が1ヶ月で3キロ体重を減らす方法というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なぜなかなか痩せられないのか、どんな運動をすれば痩せるのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの15回、とってもシンプルで簡単なエクササイズで1ヶ月3キロ体重を減らす方法というのを紹介していきます。1ヶ月3キロ体重を減らす、なかなか難しいと思っている方多いと思うんですけども、実はとってもシンプルなんです。脂肪を1キロ減らすためには7200カロリーのマイナスのカロリーがいると言われております。ですが皆さん、体重3キロ、脂肪が3キロって思ってませんか？実は体重1キロの中の割合というのは、脂肪 500g、筋肉 200g、水分 300g、そういった割合で体重1キロが減っていきます。ですので、実際、体重3キロ落とすってことになってくると、脂肪は 1.5 キロぐらいの割合になります。ですので、体重3キロ減らそうと思うと、カロリー的には、1.5 キロの脂肪を減らすことになりますから、1ヶ月で1万800カロリーのマイナスというのができれば、実質1ヶ月で3キロ体重を減らすことが可能になります。だいたい1日2000カロリーぐらい取れる方でしたら、1日500カロリーぐらいマイナスができれば、1ヶ月3キロぐらい体重が減るという感じになります。皆さん思ってしまうのが、3キロ体重減らしたいって思うと脂肪が3キロ。そうなってくると、1キロ、7200カロリーだから、その3倍、1日全然食べれないじゃないか、ほとんど1日食べれないじゃないかっていう計算になってしまうんですけども、実はそうじゃなくって、3キロ減らそうと思うと、1.5 キロの脂肪を減らすカロリーという風に計算してもらったら簡単と思います。ですので、実際、1日2、300カロリー食事でマイナスを作って、2、300カロリー運動すればいいという話になってきます。そうすると、最も簡単に1ヶ月で3キロ体重を減らすことが可能になります。そこで今回は、たったの15回、3種目しますので、だいたい15回しても2分程度のエクササイズです。今回は、プッシュアップ、スクワット、ランジ。この3つを15回、一緒にやってもらえたらと思います。もちろん、もっと食べたい。っていう方はそれを3セット行えばいいだけですから、最もシンプルに体重を減らすことが可能になります。ではやり方を紹介します。プッシュアップ、女性は膝をついても OK です。手は肩幅です。お尻が上がらないようにお尻を下げて、肘は斜め下に曲げていきます。これをまず15回。足は肩幅、手は前、胸を張ってお尻をしっかり下げて、股関節を引いて15回。最後は足を入れ替える、1、2っていうランジを15回。もしマンションの方はですね、足をゆっくりつけば落としませんから大丈夫です。でジャンプした時に足の幅は広めの方がやりやすいです。狭いと難しいです。今の3種目を各15回やっていきましょう。なかなか痩せないよって方はこの3種目だけやってれば OK です。難しく考えずにですね、1日300カロリー400カロリー運動をして、食事を少し減らす、昼と夜の炭水化物を少し減らす、それぐらいで痩せていきます。では一緒にエクササイズしましょう。プッシュアップからやっていきます。自分のペースで OK です。15回です。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。 OK です。今度はスクワットです。15回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、OK。最後はランジ、左右で1回。いきます。お疲れ様でした。15回3種目これをですね、毎日最低限やってください。30日でもし計画立てるんでしたら、1日目1セット、2日目2セット、3日目3セット、そういった感じで30日続けてみてください。これだけで OK です。もし2週目っていうのはちょっと痩せにくくなりますから、もし痩せにくいなと思ったら3セットに加えて10分から20分の中強度のヒートというのを含めてください。例えば速いジャンプジャック、もも上げ、バーピー、今みたいな3種目を10分から20分続けなくてもいいです。20秒動いて20秒休む、そういった感じで時間をかけてやってください。もし息が上がってくればですね、辛くなってくれば10秒動いて20秒休むでも OK です。そういった感じで心拍数が高くなった状態を10分20分保つってことが大切です。もちろん呼吸が上がりすぎてしんどい時はやめるんではなくて、少し歩いてちょっとだけ呼吸を下げる、そして休まったらもう一回スタートするっていう感じでやってもらったら、2週目からもすんなり痩せます。ぜひやってみてください。一緒に頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。SNS もしておりますんで、よかったら説明欄からインスタや TikTok フォローの方をしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。